なしに。これは音声、ビジュアルと根本的に違います。でこれがなぜ面白いかというと、ゴーストリープレゼンス、まさに先ほどプレイヤーピアノ、ケンジ・ミヤザワのニックス・ゲンガの話しましたけど、それと同じ効果がある。それまでのテレプレゼンスから力いっぱいオーディオビジュアルのチャンネルを使って、できるだけライフライクにその人の存在をフェイクなんだけども、スクリーンのように表現してした。そんなことやっても絶対そのリアリティに到達できない。人間の目や耳というのは騙せないわけです。リアリティに近づけば近づくほど嘘くさくなるというその恐怖の谷が回ったわけです。まあ、ロボットの人は言うのは皆さん知ってると思うんですけども。だったら表現せずに表現してみようじゃないか。すなわち、ここに水のボトルがあります。動きません。でも突然これが動いたらびっくりします。でもこの動きが声として聞こえてくる相手の、これをもうちょっとこっちに持っててみようね、どうこれといったものとシンクロして動くと、それは完璧に、あ、その人が動かしてんだというふうに信じます。で、それを信じるとそのうちに身体も見えてくる、見えないけど見えてくる、わかりますか。そのリアリティですね、すなわち表現せずにいかに表現、その存在の表現を信じさせしめるかということを全問答みたいな表現、これはゴーストリープレゼンスです。論文落ちました。そんなもん最低じゃない、お前バカかって感じで。でもですね、アーティストは結構真に受けてくれて、嬉しかったのは、あとは田中さんってご存知ですか。今パリかな、あれ今はパリ、イギリス行ったんだ、がやったグローバルストリングとか、結構多くのアーティストがテレでタクタイルなアートワークをやって、後で聞くところに言うと、お前のあれ見てインスパイアされたって言ってくれて、すごく嬉しかったです。ですからある種メタなコンセプトっていうのがあるレイヤーに言うと、もうそのサイエンスとかそういう概念レベルでそもそも扱えない。ただ従来のこれに対するこれの違いって非常に普遍的です。だから何をどうやってその存在を信じて進めるかっていうのは結構深い問題があるように思います。グラビティ、先ほど言ったディファイグラビティ、これ非常に大事な話です。なぜかというと重力っていうのは我々を時にその惑わせる、そのディファイグラビティということを一つ大きな大事な規範として今我々、メディアラボ考えてます。でメディアラボがもしそのという建物が宇宙船だったら、ものすごいスピードで上昇する、あるいは下降する、そうするとはある瞬間にゼログラビティの状態を作れる、あるいは地球重力圏を出すのは当然無重力になるわけです。そうすると従来のコンストレインツ、ネットワークコンパティビリティとか OS の何とかとか、お客さんが欲しいと言ってるとか、あるいは高すぎるとか安すぎるとか重すぎるとか、そのこと関係なく自由にクリエーションができる。そういう意味でそのメディアラボっていうのはグラビティに対してディファイする、そういう空間なんだというふうに今メッセージを送りつつあります。ただ大事なのはグラビティの過程として非常に危険なのは、高いところと低いところみたいな 1D、常に1個の軸だと思ってる。すなわちセンターのグラビティが1個しかないと思ってる。でも今リアルワールド見ると全くそんな状況じゃない。ブラックホールが突然現れて、いろんなものを吸収して、それもあちこちに予測不能なぐらいどんどん現れてくる。そのいい例が Google です。すなわち恒星間航空、その航行する宇宙船の場合、あちこちに新しいグラビティのそのセンターが現れて、皆さんをその吸い込もうとする。それに抗いながらいかにナビゲートするか。で、それが我々の一つのメタファーです。さらに自分たちでどうして、どうやって白色矮星になって、センターもグラビティになって吸い込むか。まさにそういう非常にダイナミックな宇宙航行、そういう意味でこのエッシャーのやつは非常にインプリケーションが深いんじゃないかと思います。僕の思考の多くはメタフォリカです。世界はメタファーに満ちていて、世界は必ず何か僕に語りかけている。だから僕は日々一生懸命ディコードしようとしている。たまたま飛び込んだ山手線でふっと見た時にあった中吊り、そこにあった文字とか写真とかへ、全てに何か意味がある。意味なんかないんだけど、その意図的に意味をディコードする。そのエフォートによって新しいメタフォリカのジャンプが生まれる。一個いい例をご紹介すると、企業の方結構いらっしゃいましたよね。セキュリティがとってもしっかりしている立派な会社で、ファイアウォールもしっかりしてて、ほとんどの Web2.0 のサービスに会社の中からアクセスなんか絶対できない、させない、そういう会社で働いている友達いますか。
ますよね、いっぱいね。ほとんどの最先端の IT の会社ってそうですよね。もちろん会社からね、Gmail なんてとんでもないし、Google ドックもありないし、Twitter もないし、Evernote もないし、そのとセキュリティブリッジでとんでもないって話になりますよね。で、その問題はどうやってコミュニケーションか、ずいぶん悩んでました。その時突然、たまたま全然違うコンテクストで、ウィキペディアで、ペリー提督の写真が出てきました。で、あ、これなんだ。ペリー提督が乗ったのは黒船です。その黒船が例えば、Google Web。で、皆さんの会社は鎖国状態。アンビオンサボって200年。その間にどんどん世界が進むわけです。突然黒船が現れる。裏が、おろおろする。でもジャパンには出島があった、長崎に。皆さん覚えてますか、歴史。じゃあ出島はどこだ、あなたの会社、僕たちの。そのように考えると、メタバタ一応大事で、ある空間から違った空間に転写していく。それによって、出島に相当するものは何なのか。なければ、それは新しいオポチュニティかもしれない。悲しいんですけど、メタバタの一番の方向は戦争です。経済でも、技術開発でも、商売でも、ほとんど戦争のメタバタがいっぱい使われている。例えばじゃあ、僕が学生に聞くのは、核戦性攻撃恐怖症候群は何なんだ、君にとって。知ってますか、この核戦性攻撃恐怖症候群って。戦後の人ばっかりですから。あの冷戦の時代、ロシアと、それからソ連と US が緊張状態を保ったときに、相手を撃ち落とすために核ミサイルのボタンを発射すればいいんだけども、ミサイル届く前に向こうも発射して、結局、世界全部破滅するから、ということで硬直してるわけです。そのスタックの時代ですね。で、核戦争恐怖症候群という確か岩波新書もあったと思いますけども、じゃあそれに相当するものが今のこの緊張感を持ったエージェント A とエージェント B で何なのか、それをどうリゾルブしたのか、じゃあ実際に冷戦のヒストリーを紐解いてみよう、そういうふうに発想するわけです。といったような話を我々日々学生と議論しています。コンクリートの話もしますけど、メタフォリカルなエンジンというのはそのクリエイティブなブレイクするために非常に大事だと思っています。まとめると、メディアロボットは基本的にやっぱり未来にかけてる。それで未来というのは基本的に予測するものじゃない、マーケティングとか天気予報とかそういうのじゃなくて、自分たちが欲しいという未来、そういうものを実際に作ってみる、小さい規模でも。そしてそれをデモンストレーションする、使っていただく。そして気に入ってもらう、信じてもらう。そしてレゾネートしてもらう。そしてディセミネート、広げる。